皆様こんにちは、キスジャガーです。2020年4月22日水曜日10時11分です。おはようございます。こんにちは。国道27号線丹波の方に向かって走っているんですが、高速道路で帰らずに山越えでちょっと大阪に帰ろうかなと思ってます。現在地綾部ですね。京都府の北部になりますね、綾部市。はい、国道27号線から新綾部大橋というこの信号を曲がりまして、国道173号線に入ります。さあ2時間切れるかな。無理かな。ちょっと100キロ超えてるからね、無理かな。新しいルートでご案内、はい、国道173号線入りました。新綾部大橋という大きい橋です。およそ300メートル先、右方向です。まもなく右方向です。12度ぐらいですね。ここのね、坂きついんですよ、かなり。さて、ここ上り坂カーブになっておりますが、結構覆面じゃないわ、なんかネズミ取りというか取り締まり、速度の取り締まりやってることがございます。あんまり調子に乗ってスピード出しますとやられるんでご注意ください。かといってね、途半車線入って譲ってくれた車が結構アクセル踏んでるので、追い越そうと思うとかなり踏まないと抜けません。はい、途半車線終わったらちょっと道ガタガタですけれどもね。国道173号線綾部から、大阪方面行きですね。桜まだ残ってるんですね。まあ気温12度ぐらいしかないからね。20度ぐらいのところはもうみんなね、2週間ぐらい前に落ちてるかなっていう感じなんですが、この辺まだ残っております。制限速度50キロ、10時14分ですが、2時間ちょいか。高速、全線高速で帰って2時間弱かみたいな。30分ぐらい時間を押すね。これ残業引っ張ってるという言い方をされてね、残業泥棒呼ばわりされるんですけれども、まあちょっとたまにはね、国道も走らないと、高速ばっかり走ってると位置わからんようになるので、たまにこうやってリハビリというかメンテナンスですよね、自分の知識のメンテナンス。何年ぶりかに走るっていうような感じですね。トンネルが暗い。古くて狭くてボロくて暗い。まあ仕方がありません。大阪帰るまでにトンネルいくつも通りますけども、難所としては天王というところのトンネルが2つぐらい続いてるかな。あれがきついんですよね。何がきついかというと、昔通ってた時はね、トンネルなんかいつもジメジメ濡れてるような感じで、トンネルの中かなりスリップするんですよね。凍ってるわけでもないのにすごくスリップして危ないみたいな、そんなイメージがございます。瑞穂まで16キロ、笹山まで40キロ。このペースで行きますと笹山まで50分くらいかかるか。
もうちょっと早く行きたいね。新型のトレーラーはあのオートクルーズもね2キロ刻みで調整できるので、あとはもうフルオートマなのでね、クラッチペダルございません。はい、国道173号線、先ほどまでは綾部市やったんですが、もうあの山の中ですけれども福知山市に切り替わりました。福知山市、三輪町かな、山市街地はね、もっともっと遠いんですよ。20キロ以上あるかな、ここから。そんな感じでしょうか。今ね、録画これ充電しながら録画しておるので、カメラが熱くなってまたね、熱温度上昇でカメラ切れてしまうので、クーラー全開にして冷やしておるんですよね。これがまた私の体を冷やすから寒い。辛いね。なんで電池がなくなったのかといえば、行き品は、京都縦貫道大山崎ジャンクションから綾部ジャンクションまで1時間ほど、あれを撮影いたしました。で、荷下ろししながら動画の編集などしまして、その帰り道動画の書き換えをしながら撮影してるもんですから、ちょっと電池が全然足らないんですよね。はい、車に、福知山市三輪町、変わらず三輪町ってでかいんですよね。ほとんど山かと思いますが、どこからどこまでが三輪町やねんっていうぐらいでかいですよ。古い国道なんで道ガタガタですね。道路ご覧になってわかるかな、どうかな。冬雪が積もっても水を出す設備がないので、チェーンがなかったら通れないとか、雪かきが来るまで通れないとか、そういうことはございます。冬場通るときは気をつけてくださいっていうよりは通れない可能性もございます。大阪の方でも先ほど言ったトンネルのある天王町ですね、天王のあたり、あのあたりもブラックアイスバーンみたいな、雪も何も積もってないのに普通にアスファルト真っ黒く見えてるのに凍っててスリップしてしまうみたいな、そんなことであるとか、まあ冬場ね、寒い日は必ずと言っていいほど凍ってますよね。まあそんなことでよく事故したりとか、そんなことで通行止めになったりしてる印象がございます。ちょっと何年ぶりかに走るので今どないなってるか分かりませんけど、改善されてたらいいけど。また桜綺麗やな、色違いやね、これ桜と桃？桃じゃないな、八重桜みたいな感じか、そしてしだれ桜みたいなやつもあるな。全部桜なんでしょうけど3種類ぐらい今植わってましたね、すごいね。一番桃みたいな色をした真っピンクのやつ、あれ多分八重桜かなんかじゃないでしょうかね。桃にしてはちょっと遅いんですよね。4月20日ですからね、22日やから。はい、国道173号線山越えなんでほとんどこうした峠道になります。まあ上り下りもきついですし、カーブもまあまあありますのでね、ご注意ください。ただ高速代がもったいないよっていうちょっとケチケチした旅をしたい方、大阪から舞鶴の方にとかね、敦賀の方にとか言って、まあ、敦賀やったらもうちょっと別の道があるんですけれども、日本海の方に出たいよみたいなことであれば、この道結構早いんですよ。
まあ、高速の方が若干早いんですけれども、ただですからね、はい、京丹波町に入りました。京丹波町は何市やろ、南丹市になるのかな、ちょっと何市か分かりません。府内郡、府内郡っていうのはね、今あんのかな、カーナビは府内郡と書いてますが、市町村合併みたいなことで南丹市になったんじゃないかなという気もしますけれども、ちょっと定かではございません。府内郡、昔はね、園部とか焼きとかあっちの方も府内郡やったと思うんですけれども、今は園部とかでも南丹市のはずなんですよね。なのでこの辺も府内郡ではなく南丹市、京丹後町みたいな、そんな感じかな。クーラーが寒い。3号線は多分初めてお伝えするかと思います。私もね、何年ぶりに通るやろっていう感じなので、瑞穂トンネル 560m、 この辺とかね、災害とかで土砂崩れとかで、ね、しばらく通れんかったような気もするんですけどね、気のせいかもしれませんけどね、なんかそんなイメージがございます。暗いなと思ったらヘッドライトつけるの忘れてましたわ。はい、下り坂、速度落とせ。ただいまの気温10度、ね、大阪市内とか京都市内とか神戸市内とか、今日でしたら20度超えてくるでしょうけれども、この辺り10度です。朝10時24分、ね、まだお昼ではないけれども、まだ10度しかないかと、最高気温も12、3度ぐらいにしかならないのかなみたいな、それでまだ桜がこんなに綺麗に咲いているのかみたいな、そんなことかと思われます。京都まで60キロ、池田まで63キロ、池田まで63キロあるか、1時間ちょいかかるな、池田まで。1時半として池田から会社まで30分で帰ったら怒られへんかね。怒られたことはないんだけれども、陰口を言われるんですよね。あいつは残業引っ張りのあれだみたいな、ね、給料泥棒やろうなみたいなことを陰口で多分言われてるんでしょうねみたいな。まあ、仕事が早いから早く終わってるからこういうドライブで帰れるっていうこともあるんですけれども、その辺は見ていただけないみたいな。高速で帰ってきたら1時間半で帰れるのに、なんで下道走って2時間ちょいかけて帰ってくるんだみたいな、40分の残業代返せみたいな、そこまでは言われたことないですけど、陰口で言われてるんでしょうね。あー寒い、が寒い。はい、京丹波瑞穂、京都縦貫道ですね。来る時にお伝えしたんですけどもね、京丹波瑞穂まで6キロです。もうちょっとペース上げてほしいな、前の車あと5キロぐらい上げてほしいな。前走ってる車はね、多分あれですね、これで仕事終わりなんでしょうね。これで大阪に帰って仕事終わりなんでしょう、ね、だから残業なるべく稼いで帰りたいんでしょうけど、私も終わりっちゃ終わりなんですけど、これ夜勤の人が乗る車になって、ね、昼過ぎには返してあげないといけないので、
止めて道譲ってくれんかな。ずっと大阪まで一緒かな、これ。国道173号線、一応カーナビの住所的には普代郡、京丹波町か。京丹波と京丹後とややこしいんですけど、全然違いますからね。京丹後って宮津のまだ向こうですからね。丹後半島。なんかさっき自分で京丹波町って言わずに京丹後って言ってしまったような気がしますけれども、まあ気のせいです。ないわけじゃないんですよ。あるんですけれども引っかからないですよね。あまりにも時間を押すようやったらもう京丹波瑞穂から乗ってもいいかなぐらいの感じで思ってましたが、このまま行きましょうか。大して変わらんわ。ペース上げたな。3キロぐらい乗せたな。もうちょっと上げてくれてもいいよ。この辺はね、ちょっと道狭いのでね、危ないか危なくないかといえば危なくないことはないんですけれども、ただ狭いので警察がこんなところでスピード取り締まりやったりしてないっていうことで、それでペース上げてるんでしょうね。それぐらいのペースでいいよ、もう大阪まで。はい、池田まで58キロ、京都まで55キロです。このまま降りてきますと兵庫県川西市、大阪府池田市、そっちの方に降りてきます。国道173号線は池田で終点になります。そこから先はね、国道176号線になります。ちゃうか、422号線とかそんなんやったかな、477やったかな、ちょっとお忘れしましたけれども、まあ、176につながるのはつながるんですよ。で400何番につながるのもつながるんですけれども、その因果関係をちょっと説明できるほど覚えてません。はい、まもなく京丹波瑞穂インターですね。京都縦貫道京丹波瑞穂インターの2キロ手前。綾部、国道27号線の綾部、新綾部大橋のあたりから撮影始めて19分、20分ぐらいですね。20分ぐらいで、瑞穂まで来るか。これどうだろう、舞鶴道綾部インターから乗って京丹波瑞穂まで、ね、京都縦貫道綾部ジャンクション回って来たら20分で来るんだろうか。それ計算してまあ高速道路を走って20分切らないんであれば、下道173号線走ってで京丹波瑞穂から乗った方が全線高速で帰るより早いなみたいなことにはなるかもしれません。菜の花がめっちゃ綺麗ね。やっぱ気温が低いからまだ菜の花も桜も残ってますよね。素晴らしい目の保養、保養というのは何も若い女の子を見ることだけではございません。お花も綺麗ねということで、クーラーで寒い。はい、ここがね、京丹波瑞穂のインターの入り口になります。右手ね。わあ、
地野菜と卵と買いたいな。でもあんなところに大型トレーラー入れないので、まあ、あんまり交通量ないんでね、路中して行ったってもいいかなって言ってもちょっとカーブしてるでしょう。だからバーンと当たられたらえらいことになるので、泣く泣く通過します。こういうの好きなんですよね。道の駅とかね、産直、生産直売みたいな好きなんですよね。まあ、この辺とか止めれるかね。めっちゃ止めれるけど行きましょうか。はい、京丹波瑞穂、大阪方面に500m ほど行きますと国道9号線和田やったかな、和田ですね、和田の交差点で、国道9号線と交わります。国道9号線右に曲がったら福知山、しばらくありますよ、20分ぐらいあるかな。左に曲がったら、まあ、京都と書いてますけど、丹波とかあっちがまずね、あの辺り抜けていきます。9号線結局京都市内五条の辺りに出てくるかなと思うんですけど、まだだいぶかかりますね。40キロぐらいは走らないかんのちゃうかな。新しいルートでご案内します。あの花綺麗ね。およそ300m 先左方向です。おばあさんはどっから歩いてきたんやろ。間もなく左方向です。こんなとこ家あんねんかな。サラビキ左方向です。ここもトイレ新しくなって綺麗なんで良かったです。およそ新しいルートに今日はやってんのか。だいぶ前に通った時ね、野菜を産地直売の野菜を買うてやろうと思って立ち寄ったら閉まってたんですよね。定休日とか関係なしに、あまり、お買い物する人いないんか知らんけども閉まってました。
前回はね、国道367やったかな、サバ街道をご紹介したんですけれども、まあ一般道をご紹介するときはあんまりね、あのお伝えする、あの喋るネタが何もなくて、あの普通に雑談というかフリートークみたいなこと、まあ独り言なんですけどもね、そんな感じです。まあ、相槌打ってくれるだけでもね、あのなんか AI でもいいから追ってほしいね、そんな。でもうちょっと機嫌よく喋るんですけどね、うなずいてくれる人、うなずきさんとかいて、富山県出身の若い女の子みたいな、そういう設定の AI でいいんで、別にあのうなずきさん開発どなたかお願いいたします。富山出身です。おペース上がったな、3キロぐらい上げたか、また見えんようになった。早くなったり遅くなったり、常にハイペースぐらいで帰ってくれたらな。お、これ高速で帰るより早いかもしれない。残り距離63キロまで減りましたので、これくらいのペースで帰っても75分ぐらいでは帰るか、大阪まで。10時39分やろ、1時間半で90分やから、12時切ってくるな。これは高速で帰るのとトントンぐらいで帰れますね。全線高速と下道で帰るのと同じぐらいのペースになってしまいます。まあ後でペース落ちたらね、あの別ですよ。あのこの先ね、おそらく災害でね、あの土砂崩れみたいなんで、あの片側交互通行みたいな、まだあれ治ってないんかな。もう 3年も4年も経つんですけどね、台風かなんかやったかな、大雨やったかちょっと忘れましたけど、崩れたはずなんですけど、川交互通行を大型トレーラーで通れるっていうのは確認済みなんですけれども、まだしばらく先ですけどね。はい、看板見えてまいりました。池田まで49キロ、能勢町まで30キロですね。兵庫県丹波篠山市に入りました。しばらく篠山市です。京都府と兵庫県と大阪府といろんなのまたぐんですよ、この173号線まで。その県境みたいなとこを通ってるんで、兵庫県になったり京都府になったり忙しいんですけれども、もうちょっと南の方に下って池田が近づいてきたら、大阪と兵庫と入り混じるような感じになるかと思います。兵庫県は稲川町になるのかな、川西市になるのか、あの辺りと大阪府の能勢町とあのせめぎ合いがあるかと思います。平和やね、あんまり
信号で止まらないね、本当に。ちょっと道がデコボコですけどね。国道173号線、制限速度50キロ。まあ、大概のところ走っても60キロとか40キロとかなかったかもしれません。天童の峠だけ40キロぐらいだったかな、ちょっと忘れましたけど。行ってみましょう、とりあえず。動いてないので、もうだいぶ久しぶりなんで、私も。まあ、それを思い出すためにこうやってたまに気まぐれで通るんですけどね。まあ、高速道路に別に私のお金じゃないんで、全部高速で帰って、ぼーっと帰ったっていいんですけれども、見てドライブしながら、ちょっと一般道ですけれども、ね、ガタガタして乗り心地悪いけれども、こんなところ走りながらでも高速道路と同じぐらいの時間で帰るんであれば、タダで帰った方がお得じゃないみたいな、そんな感じですかね。まあ、会社としてはタダでお得っていうよりは安全に帰ってほしいからということで高速乗せてやってんのにみたいな、そんなこと言われるかもしれません。お、ここで止めて道譲ってくれてんのか、だろう、違うか、休憩か、休憩やったら道の駅ですりゃいいのにという感じですけど、なんか譲ってくれたっぽくないですね。休憩っぽかったです。懐かしいなぁ、目の前のデイリー山崎みたいなやつ、山崎パンは山崎パンやけど、デイリー山崎じゃないんですよ。個人商店の、コンビニっていうよりは個人商店ですよ、みたいな。24時間やってないんじゃないかな。まあ、今時ね、セブンイレブンももう24時間営業やめようか、言うて、オーナーの、フランチャイズかなんかの、そのオーナーの人たちがみんな、組合みたいなの作って、セブンイレブンの本部と戦ってますよね。笹山市、ここなんやろ、大関ですね、ワンカップ大関の丹波工場。もう少ししたら左手になんか喫茶店かなんかあるんかな。そこね、私行ったことないんだけれども、バイク乗りがすごく集結するところらしいんですよ。コーヒーが美味しいんか、カレーうどんが美味しいんか、なんか言うてたけど忘れました。なんていう喫茶店やったかな、まだあんのかな。そんなバイクが、だからハーレーとかのね、人たちがツーリングでやってきて、あ、これか、釜揚げうどん&コーヒーって書いてるでしょ。これカレーうどんがうまいとかなんとか聞いたことありますよ。今日はバイク1台も止まってないけど、なんか他府県からすごく来られるらしいです、今の喫茶店で。さすがにね、今の駐車場にトレーラーとか入らないので、止まれないので通過いたします。追いついてしまったな、車もどいてくれんかな。ちょうどこの辺やったと思いますが、秋ですね、9月か10月か、それぐらいの時期になりますと、道端に丹波の黒大豆、ね、黒枝豆、道端で販売されてる姿をよく見かけます。枝豆の話より、この右側、これ全部葉っぱですけれども、これ桜、全部桜の木なんだよっていうことはお伝えしないといかんかな。春通ったらめちゃくちゃ綺麗でしょうね、これね。ずっと桜ですね、これ延々と1キロ以上。今もう花びらがどっから飛んできてるんやっていうぐらいね、もう葉っぱばっかりしか見えてないですけど、右手にあるこの木、ずっとこれ桜の木です。
遅い。丹波採掘所、ここも野菜とか売ってたかな。ちょっと入ったことないんですけど。やった、曲がってくれるやん。ありがとう。丹波採掘所、あの K に前に入られたら嫌やなと思ったら、前にもっと遅そうなやつがいたか。もういいか。あ、そう、この辺りあれですね、喫茶店ばっかりあるんですね。トッツのグレースという喫茶店してんのかな。面白いやつは何でしょうか。小手まりとかあったんですかね。最初を越えました。綾部方面から大阪に向いて帰っております。制限速度50キロ。ただいまの時刻10時50分です。なるべくなら11時40分ぐらいに帰りたいな。まあ12時切ってくれば、あの高速で帰るのと比較してどっこいどっこいぐらいで帰れるので、タダで帰って同じ時間やったらいいですよねみたいな。だからといってこの峠道を走って事故してしまうとボロカスに怒られると思うんですけど、高速代出してやってんのになぜ危ない方の道通って帰ってくるんだみたいな。谷底に落ちたりしたらもうクビやね危ないですよ。その山道峠道でね、あのちょっと手元が狂ってガードレール突き破って大型トレーラー谷底に落ちましたって言ったら、もうどうやって引き上げんねんみたいな、ヘリかなんかで釣り上げるんかみたいな、自衛隊出動かみたいなことになるかもしれませんけど、372ですね。小野新、この372で行きますと、あの丹南笹山口とかあっちの方に出たかな。小野新、これ右曲がったらね、丹南笹山口は舞鶴道なんですけど、舞鶴若狭道なんですけどね。まあそこまで行くのに30分もかからんかな。で、丹南笹山口をちょっと通り越して 400-500m 行きますと、国道176号やったかな。こちら今走ってるのは国道173なんですが、176号といえば宝塚であるとか、ね、西宮山口町であるとかで、三田市とか抜けてで、まあ、笹山を抜けて氷上とかあっちの方行って和田山とかね、あっちの方に、はい、372なんですけれども、ここ今173と372共有部分です。この安田西左に取りますと372、これまっすぐ私行きますけども173です。この部分だけちょっと数百メーターだけ173と37にかぶっております。左にね372行かれますと亀岡の方に降りていきますね。
まあ、湯の花温泉とかあっちの方も行けますね。左に行ってしばらく、まあ、ちょっと山を降りていかないといけないですけども、結構な峠道ですけどね。山を降りていきますと亀岡があって、まあ、京都縦貫道亀岡インターから取れるかなみたいな、まあ、せっかくこうやってね下道で帰ってきてるんで、もうそんな遠回りするために高速乗らないですけどね、はい、池田35キロ野瀬19キロまで帰ってきました。前走ってるトラックもまたこれ遅いね。諦めたとて、あと50キロ、会社まで50キロなんで、まあ1時間切るかなと、10時53分。なので、12時か、ちょっと12時切れるぐらいに帰るかなと。全然合格点ですね。普通の運送屋さんはね、高速道路代、なんていうかな、節約して帰ったら腕のいい運転手ということで喜ばれるんですけれども、うちの会社はね、そういうことするといらんことすなと言って怒られるんでね、わざわざ時間かかるような帰り方して残業稼ぎたいのかお前はみたいな、残業代の方が、私の残業代の方が高速代よりだいぶ安いんですけれどもね、全線高速で帰ったら、大型トレーラー全線高速で帰ったら1万円ぐらいするかな、しないか、しないけれどもね、私の残業代に知れてますよ、2時間そこらで帰って、そんな2時間丸こもうてね、なんぼになるんやて、3000円もらっても6000円かみたいな、3000円もくれてんのかっていう感じもするけれども、先ほど の安田の交差点越えて3722の分岐越えて、こうやってしばらく来ますと、ここからしばらく上り坂になります。ずっとカーブ続きます。これ天王 の、峠なんですよね。ここが難所なんですよ。この173で一番難所なのがここです。まあ事故も多いし、まあこっち側はねまだマシなんですけどね、上りのうちはマシなんですが、頂上になってトンネルが2つあって、それ過ぎると下るんですけど、あれ下りっていうか向こう側がちょっと辛いんですよね、道路的に。道路ガタガタ。はい、大阪府野瀬町、大阪府野瀬町、あんまり左入りたくないな、これ狭いな、そして木が張り出てるな、当たるわ、あのちっちゃいトラック当たらんのかもしらんけど、俺の当たるわ、感じですけど、まもなくこれ特番車線終わるんで、こっち行っとこうか。あれ土砂崩れも復旧してんのかな、この天王の峠がどっか崩れてて片側交互通行やったと思うんですけれども、まあ何年か前の話なんでって言ってたら、これかこれかね、まだ復旧してないわ、片側交互通行復旧してませんでした、残念。あ、でもほらね、工事して綺麗になってるでしょ。こういうのをお伝えするために、まあ一般道走ってるんですよね。何年も通ってなかったらね、ここがもう片側交互とか終わってというか、
片側交互になって通れるようになってるからいいけど、これ災害を起きて土砂崩れ起きてすぐの時は通行止めかなんかで何ヶ月も半年ぐらいやったか1年ぐらいだからずっと通れなかったですからね、ここ。通れるようになったやんっていうのがいつの間に通れるようになったんかわからんけれども、通行止めやという情報だけあってね、それが解除になりましたとかいうのは高速道路とかやったらあの高速道路情報でバンバン流れるんですけど、こんな一般道ね、あの通行止め解除になりましたって誰も言うてくれないんで、自分で調べに来るか誰か他の運転手に聞いてみて、まあ、試しに通るようなそんな、ね、冒険心のある人がおるかどうかですけどね、はい、また兵庫県の丹波篠山町にまた入りました、戻りました。忙しいでしょう、兵庫県になって大阪府になってまた兵庫県になってみたいな、それを繰り返します。この辺はずっとカーブ続いてるんでね、あのまっすぐ走ってるんじゃないんで、あ寒い、まあ結構なんかまだ大掛かりやな、でっかいクレーン持ってきて何してんねやろ、ありゃここもなんか休憩所みたいな感じやったっけ、ね、なんかあの道路の跡が残ってるやつやけど、なんやろ居眠りパーキングみたいなのがあったような気もするけれども違うかな、はい、これが噂の天皇第二トンネルです。これ湿ってたらめちゃくちゃスリップするんでご注意ください。第2トンネルでしょ、第1トンネルの方がやばかったかな、今ちょっとドライでしたよね、乾いてましたよね完全に、はい、大阪府、野瀬町です。天皇トンネル 311m スリップ注意と書いてございます。そして所々濡れております。これ舐め取ったらダメですよ、めちゃくちゃ滑りますよ。トンネルの道幅も狭いし、あのガタガタやし、で暗いしガチャーンと行きますよこれ、お気をつけください。本当にこのトンネル嫌い、滑りまくるから嫌い。ようこそ野瀬町へ。うわー綺麗な桜、すごいでかい、いっぱいのあの木が年季入ってますね。何十年選手やろ、50年以上経ってんちゃうかな、もう適当なこと言うてますけど、の交差点難所なんですよ、なんせこの辺が。池田まで30キロ、大阪まで47キロです。池田まで30キロ、30分圏内捉えました。あとはペースよくちゃっちゃと走ってくれたらいいな。桜が中途半端に残っている、そして山の上のやつが綺麗ね。この辺のやつはちょっとメッシュみたいになんかあのまだらに咲いてますね。あそうだ、この辺の道へお伝えしないといけないのが、あの鹿とイノシシものすごい出てくるんですよ、明け方とか、まあ、夜中とか走られる方ご注意ください。あの鹿でもイノシシでもあんな引いてしまったらもう乗用車で引いたらもうバンパーぐちゃぐちゃになって、あの自分で走れなくなるみたいな、レッカー呼ばないかんようになるみたいな、それぐらいの潰れ方すると思います。実際にね、あの軽自動車で引いてもうぐちゃぐちゃになって、あのエアバッグ開いてえらいことになってるおばちゃんがいましたけどね。1台パーになりますよ、あんなにいいからご注意ください。国道173号線大阪府野瀬町に入りました、入ってます。
と3キロほどでルリケイというところがございます。ゴルフ場原型はトンネル466。この辺まで来たらもう帰ってきたなっていう感じしますけどね。もうちょっと行って一蔵の手前ぐらいかな。ジャパンとかまだあんのかな。ディスカウントストアなんですけどね。ファミリーマートとジャパンがあったような気がするんやけど、気のせいかもしれません。ああ桜まだ綺麗ね。さすが山やね。はい、ここからしばらくまた峠道というか急な下り坂と急なカーブが続きます。ご注意ください。事故も大変多いかと思います。冬場はこの辺凍ってしまってもうこの坂登れないよみたいなことでね、立ち往生してるトレーラーとかたまにいますけどね。まあ、そんなんであるとか乗用車が事故してるとかそんなんで通行止めになったりとか、ごくごく当たり前のように車はあるんじゃないでしょうか。道路ガッタガタやな本当に。おせちをねそんなにお金持ってないと思うんでね、なんとかしてほしいな。国道なんだからちょっと補修してくれよ。急いでどこに行くんだ。サイレンは鳴ってなかったですね。お、これ右か、なんやろこれ。この辺なんやったかな、ラジコンじゃないわ、カート上かなんかやったような気がするけど一番か。最新型の大型トレーラーなので、まあ、エアサスウェアもあるし結構乗り心地はいいはずなんですけども、時間もむちゃくちゃ悪いんで、振動が来て大変、揺らすのが大変なんですけどね、まあ、乗り心地が悪かろうが何であろうが、ね、早く帰れて、で高速代1円も使わないんで、まあ、こういう道もご紹介しておきます。はい、もう片側交互通行もなんかさっき見た感じもうそろそろ終わりそうな感じしてますね。もう復旧がそろそろ終わるんちゃうかなみたいな。多分3年も4年も経ってると思うんでね、あれ崖崩れしてからさすがにもう直せよって感じですけど、うわあ目の前の山すごいな。これ木を切って伐採したのか土砂崩れしたのか山肌がえらいことになってたのか。思い出したんで言いますけれども、これ坂下ったところあたりに野瀬温泉っていうのが赤い看板やったかな、あったかと思います。あれねたまにラジオとかで CM してますよね。行ったことないんですけどね。野瀬温泉っていう普通の本館の方はねちょっと電気入ってる、ボロッチー感じかなんかそんな感じかもしれません。ただ安いんですよね。お食事と温泉に入ってその何千円とかで済むんで、日帰りでね温泉入ってなんかバーベキューとかね、獅子鍋食いに行くとか、そんなんで来られる方多いかと思うんですけれども、本気で泊まる方は、私もまあ本気で泊まりたい方なんですけども、離れのお宿があるんですよ。離れ
の本館、そのポロッチやつやみたいな、あのスイートルームみたいなあのやつが、あれがね高いんですわ。こんな能勢の山奥に何しに来んねんっていうようなとこなんですけれども、で能勢温泉ってそんな5万も6万も出されたら有馬温泉行くやろみたいな、そんな感じするんですけれども、離れのお宿あれ高かったね。安かったら泊まってやろうかと思ってたんですが、多分3万も5万もするかと思います。お、看板が見えました。赤い看板、入浴700円と書いてますね。この信号を左に曲がったら能勢温泉です。ちなみに能勢温泉は川西池田の駅のあたりまでかな、多分あの赤い送迎バスが、あのマイクロバスみたいなのが送迎バスに行ってると思います。能勢温泉の方、あの CM したんで何ぼかください、くださいみたいな、そんな感じですけど、11時8分になりました。残り距離37キロ、あかなりいいペースですね。11時半には帰られへんけれども、12時にはならないね。こうなると片側交互通行、何してんねやろ。災害か、あ、山辺離宮っていうやつですね。あのさっき言ってた離れのお宿、能勢温泉の別館、山辺離宮ですね。あれ、あのじゃらんとかあんなんで調べてみてください。あの旅行会社のあのアプリあるでしょう。高いと思いますよ部屋。交差点、あの縦向き、これまっすぐ行きますと、あの国道173引き続き走るんですが、これ横向きですね、県道4号線です。これは結構使い出があると思います。ちょっとダンプとかが多いかもしれませんけど、県道4号線横切ると箕面の方に行けるかな。茨城能勢線って書いてるから、箕面を通り越して茨城まで行くみたいですね。だからあの国道173号線とか、まああの普通はそっち走るんやけれども、山越えで空いてるところピャーッと急いで茨城の方まで行きたいって言ったら、山抜ける分には信号引っかかれへんしとか、道空いてるしとかで使うことあるんかなみたいな。
地元の人しか使わんか、あんなところは。からすぐ来れるんで、お湯がいいんだったら来てみたいけどね。硫黄のくっさいくっさい、あの濁った、あのものすごく濁ったあのネトッとしたやつが好きなんですよ、私は。サラッとしたあの無色透明みたいなやつはあんなんじゃなくて、どんな温泉なんでしょうね、温泉室が。はい、先ほど言いかけたんですけど、ここ道の駅、能勢の道の駅かな、これ道の駅のせ栗の里っていうやつですね、これ。ここもね、土日とかめちゃくちゃ多分並んでたりするんちゃうかな。なんやったら道路まではみ出て道の駅入るのにね、順番待ちするぐらいの、何やってるんだろうと思うんだけど。屋さんが新しくできていた。で、先ほど私が言っておったファミリーマートとジャパン、まだありますね。まだありますねって言ったら、あったらあかんのかってことですけども、あってくれてありがとうですけども。じゃあ乗り方するだろう。なんで覚えてるかというと、今ご覧になって、分かったかもしれませんが、今のファミリーマートも大型トレーラー止めれるんですよ。何台も 7,8 台止めれるんちゃうかな、大型トレーラー。なのであそこでね、弁当を食ってしばらく仮眠したりとかしたこともございますということで、11時15分になりました。残り距離32キロ、能勢第二トンネルが目の前に見えております。早かったな。第2トンネル486m、 このトンネルも古くてボロくて狭くて暗くてね、でトラックバンバン前から来るから当たるんちゃうかなみたいな、なんかちょっと嫌な感じがするんですけど、能勢を越えて兵庫県になるのかな、大阪府になるのかな、一倉ダムっていうところがありまして、まあ、ダム、水を溜めておるところですよね。まあ、キャンプ場とかもあったかと思いますけれども、あそこ越えてトンネル越えましたら川西市に入ります。長川町に入りました。
齢者が道譲ったんでしょうね、遅いから。後ろこんだけ繋がってますもんね。相当遅かったでしょうね、あのクレーン車。道譲ったんやけれども、そんなにスペースが広くないから、ちょっと線踏まないといけないと思うみたいですね。はい、ひとくらダム間もなくです。あと 3.4 キロか、まだしばらくありますから、ね。左手の方はなんか川西市って書いてますね。右が川西かと思ったら左か。左は大阪やから能勢かなと思ってたけど川西市ですね。まあカーナビ見てるんですけどね。それは。左手これダム見えんかな、この橋。ダムの湖なんですけどね、見えないですね。桜が若干見えたかなと。古くてボロくて暗いこの狭いトンネルがしばらく続きます。ちょっとだけカメラ映りますかね。これ湖、ダムの湖、川西市に入りましたね。忙しいでしょう。稲川町やったり川西市やったり野瀬市やったりもコロ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 変わって、この辺ずっとあの左手湖です。そんなに綺麗じゃないんですけどもね。本当にこうやってトラックバンバン来ますから、空気もどうでしょう。まあ、ね、道路沿いは排気ガスあるかもしれないね。でもまあ、散歩道みたいなことで、散歩にちょうどいいんじゃないですかね。まあ、今の時期というよりは紅葉する時期とかがいいかもしれないですね。トンネル、最後のトンネルです。これ、あの、過ぎましたらもう住宅地入ります。住宅地か？まあ住宅地か。はい、最後のトンネル終わりました。この辺で動画切ってもいいかなみたいな感じしますけどね。1時間10分か。早かったな。70分でここまで来たか。会社まで 2,30 分で帰るとすればやっぱり2時間はかからんと、1時間半ぐらいで帰ると思います。何かあった時に怒られるんですけどね、何勝手なことしてるんだみたいな。何かなかったら問題ございません。はい、もうあのトンネルくぐったら途端に住宅地になって景色変わりましたでしょ。マクドナルドもあるし、車の量がガバッと増えたしね。
間になるとマクドナルド渋滞が最近あっちこっちで、マクドナルドも一時はね、なんかあの変な噂が、なんかアメリカのどっかの業者がチキンナゲットかなんか の賞味期限改ざんしたかなんかで、あれがマクドナルドがやったとかいう風に言われてしまって、一度信頼を落としたとか言って、鴨頭さんが言ってたな。鴨頭さんっていうなんか筋骨マンみたいな坊主のね、シャレ神戸みたいな顔した人ですけどね。ああそう、もういつ切れてもええわ、もう峠は終わったから、ちょっと暖房入れよう、寒い。充電しながら撮影してるので、カメラが熱くなって、この冷やすのをやめると撮影パチッと切れてしまうんですよね。なので先にご挨拶しておきます。チャンネル登録の方よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。まだ引き続きしばらく撮りますけれども、いつ切れてもいいように先にご挨拶だけしておきます。足から冷えたな、寒い。風邪ひいたかな。まあいつも風邪ひいたかなで、最近ね、そんなばっかり言って、コロナにかかったかなとかそんなことばっかり言ってるんですけれども、まあ仕事終わって家帰ってワインでね、見ながらワインしたりとか、まあ、ビール飲んだりとかいっぱいやるとケロッと治るんですけど、仕事っていうのがまたね、精神衛生上によろしくないのかなみたいな。働かずにね、生活できたらいいんですけどね、早くベーシックインカムの世の中ならんかな。あれはね、言うてる間にそういう時代に来るっていうか、日本がそして一番近いんですけどね、ベーシックインカムを世界で一番初めに実現できる一番近いところにいるのが日本っていう言われてますけどね。何かと言いますと、皆さんの仕事が片っ端から AI に取られると、まあ、私もこうやって運転手の仕事やってますけれども、こんなんもう自動運転になってロボットがやるんだと、人間働かなくていいよみたいな、ピースジャガーお前クビみたいな、そんな時代がやってきたとしてね、まあ、クビになるから、お金が入ってこないから、生活できなくて飢え死にみたいなことになるかと思ったら違うんですよね。ロボットに働かして、ロボットが働いたお金を私がいただくという、まあ、そういうことですね。置き換わるだけです。だから今まで人間がやっておったことをロボットに全部やらして、ロボットはお給料とかボーナスくださいとは言わないので、まあ言うようなロボット作ったらご注意ください。欲しがるやつはやばいですよ。ターミネーターみたいに襲いかかってきたらね、もう勝てることないで、ご注意ください、ご注意ください、注意しようがないね。そうなるとね、何の話やったっけ、ベーシックインカムか。これ乗せ電も阪急電車、これまだ新しいな、形が。鉄道マニアの人は喜ぶかな。一の鳥居というところも、これ阪急電車の乗せ電かな。何電鉄かわからんけれども、電車の駅がございます。だから今まで働かないと生活できなかったでしょ、皆さん。で、少子高齢化で働き手がいないから、外人を移民を受け入れてとか言って、そんなこと絶対したらダメなんですよね。人口減るんやったら減るでいいし、別に。
って高齢化しても構わんし、で結局高齢化して働く人がいない、誰が働くのって言ったらロボットが働きゃいいんですよね。ロボット作る力持ってるじゃないですか日本、世界でもねトップクラスで得意じゃないですかそういうの。でお金もいっぱい今のところ持ってると、あの今後貧しくなる予定はあるんですが、貧しくなる前にお金持ってる間にあの技術投資してね、あのちゃんとロボットとか、あの何ですか、あの空飛ぶあのヘリコプターみたいなやつ、ね、忘れた、ドローンかね、ロボットとドローン使って、あのあとコンピューターで、もうお医者さんとかはまだね、あの ロボットにそんな切り刻められるのはちょっとしんどいかもしらんけれども、もう大概の仕事はコンピューターとかが機械ができちゃうんじゃないのみたいな、皆さんが働く必要がありますかみたいな、そんな世の中が訪れようとしてるじゃないですか。もうここは皆さん頑張らずに諦めてバトンタッチして、あとよろしくってロボットにね、あのあとよろしく頼むよー言うて、あの仕事を引き継いだらいいんですよ、ね、でロボットに仕事やらして奴らをこき使って我々は働かずに飯だけ食うと、まあそんな世の中が2045年までに来るであろうと言われてるんですけれども、まあ世界一斉にそういうことになるんじゃなくて、まあね、あの先進国っていうか技術持ってるところが真っ先にそうなりますけれどもね、日本は技術持ってる、金持ってる、そして人口が減っていく、そうならざるを得ないっていうか、ね、あのそれに一番ふさわしい環境にあるっていうことで、 AI に働かして BI ベーシックインカムがやってくると、皆さんが年金とかでね、あのお金もらってその老後隠居して働かないけれどもお金もらいながら暮らしますみたいな、まあそれは別に老人にならなくても、もう若いうちからその仕事はロボットにやらして、人間はあの消費するだけと、お金使うだけと、まあ何のために生きてるんだみたいな問題が今度発生してくるんですけれども、わあむちゃくちゃしょんなこれ。いいのにね、 AI にお前運転させろよそれ、ロボットにもうちょっと金出してええ車買おうって、 オートパイロットついてるあの日産のやつ買おうたらええがな、もうそんな運転しかできんのやったら迷惑かけるな。はい、大阪府池田市に入ります。ここから大阪府池田市ですね。この辺りご注意ください。これ今登ってます。はい、もうすぐ下ります。下り込んでカーブになりますのところで、この左上になんかこの柵があるでしょ、こっちにね白バイが隠れとって、あのスピード違反してるやつおらんかなみたいな狙っておりますので、ご注意ください。こっから出てきおるんですよね。それとかこのあの信号を越えて、あの古江町って書いてるけど、この辺りの茂みにあの、ね、スピード測るやつがおったりとか、あらここのエネオス潰れてるやん。
になりすぎて風邪ひいてしまったからなかなか見えなくなってきました。はい、国道173号線目の前にあの青い看板見えてきましたよね。あの辺りで終わりです。あっこから先が173終わって176になるかと思います。およそ300m、ここまで降りてくると、まあ、この辺もあの山のふもとで山裾で田舎なんですけれども、13度 C、ね、結構気温上がってきましたよね。もう車掌に枠屋の方、はい、これ左側が国道173です。でこの右側ね、阪神高速11号池田線入りました。11号池田線の終点池田という終点の出口はあのまた別にあるんですよ。これちょっとあの分岐してるあの後からできたやつなんで道綺麗でしょ。これ古くないですよね。まああの古くないですよねって言っても何十年か前の話なんですけれども、新しい道ができたんですこっちに。何十年、30年以上なるかね。前には少なくともありましたけど、はい、阪神高速11号池田線大阪空港のあたりに料金所、本線料金所があります。でそのあたりで、その終点の池田ね、本来の終点の方と合流するんですよね。そこまでお伝えしなくていいですよね。もうここで切ろうか。1時間23分やもんね。ご視聴ありがとうございました。失礼いたします。